手柄を。くっそー、無駄骨折ってただの餌食かよ。それを言うなら犬骨折って鷹の餌食だろ。こんなー。キャー、シリル様。シリル様、さっきの掃除機で魔物を倒すのすっごくかっこよかったです。まるで映画のワンシーンみたいでした。ありがとう。でもあれ掃除機じゃないから。知りたいなら科学が変える未来の農業のブースに来れば説明してあげるよ。それじゃ。あ、どこ行くんですか。待ってください、シリル様。やれやれ。おい、ビロスんじゃねっつーの。なんだよ、言いたいことあるなら早く言えよ。お前を認めていないわけではない。それから魔物に提案したのは私に考えがあったからだ。誤解するな。いきなりなんだよ。で、おい、どこ行くんだ赤髪。言いたいことだけ言っていくんじゃねえ。マネさん、ごめんなさい。そばにいたのに、マネさんのトラウマ知らなくて。知ってたら会場を違うところにしてもらったのに。だからユセフさん、場所を変えようとしてたんだ、マネさんのために。なのにエルってば、エルにはリーダーの資格なんて。エキちゃん、エルたちも気をつけるね。マネさんがもうトラウマを思い出さなくていいように。あそこのテントにいるよ。ユセフさんの迅速な人命救助のおかげで被害が出ずに済んだんだ。それでそれでどうなったの？ん？さっきのお話、女の人とその人を守る神様の話。ああ、あの話ね。その後どうなったかというとね。お、マネージャーさん、いつからそこに？もういいのかい？怪我はない？ん？何のことかな。ん？何でもないよ。これからも君を守るよ。何があっても。